マサマサ。おいおい、どうした？マサ、警察24時好きですか？あ、警察24時急にどうしたの？知ってます？あ、知ってる知ってる。ちょっと危ないもの何か確認させてもらっていいですか？バッグ。あ、このギターケース？そう、ギターケース。何持ってんすか、いつも。あ、なるほどね。なんか危ないものとかないですか？いや、ちょ、今日はやめとくか。なんで？なんでですか？いや、ちょ、逆にあれやね、あの、お、つまんないと思う。普通すぎて。あ、普通すぎて。めっちゃリアルやから。いや、そういう仕込みとかいらないですよ。いや、普通の。ほんまに何もできへんと思う。いつもの。いつも通りの機材。そう、いつも通りの持ち物を見せてほしいです。ああ、じゃあ全然全然。ギタリストってどんなものを持ってんのかなっていう。あ、なるほどね。素朴な疑問です。じゃあまずギターケース。マジ普通やからな。はいはい。まずギターですよね。まずギター、はいはい。はいはいはい、あれですね。ちょっと最近ワイヤレスつけたんで。はいはい。まあ、そんな感じかな。結構やっぱ指紋目立ちますね。あ、マジで。あ、そう。でギタークロスをさ。はいはい。入れてるわけですよ。僕はこの下にね。おお、ギタークロス、そこなんかそんなシワシワに入れてるんですか。これね、あのね、ギターの底って。わかるかな、これがあるから、はいはい、結構穴開くねん。あ、そのこのギターケースでも優秀で、はい、ほら、あ、でこれがあるのはいいけど、ないやつとか結構穴開くねん。あ、そうか、これで穴が開きにくい、開きづらいと。そうそうそう。へえ。これに1枚挟んでこう、あ、その緩衝材クッションみたいな感じなんですね。え、これだけですか、バッグ。いや、あ、ポケットありますね。ポケット、あれ、これギタリストあるあるやねん。あるある、はい。バッグの底にピックがありますと。え、これなんですか、ここにしまってるんですか。いや、しまってるわけじゃないけど、はい、なんかこう、ここにみんな挟め、あー、そこにネックに、はい、挟みますね。ここギターケース入れるから、はいはい、ピックないってなっても大体そこ見れば1個はある。なるほど、あるあるなんですね。そうそうそう。ここは、まあ、シールド関係、俺シールドめっちゃ多いね。おお、いっぱい入ってる。あ、並べるか、一回な。そう、ちょっと、え、そんないっぱいあります。いや、結構こまごましたものがあるから。あ、じゃあちょっと床に並べてみましょう。そうやろ、リアルでしょ、これ。これで全部ですか。これで全部で、まあ、これ俺大好きなベルデン8412か。へえ。を使っててんけど、はいはい、もうちょっとなんていうかな、コスパ重視に最近なってきて。なるほど。で、このあるやん、プラシーボ効果みたいな感じで思い始めて。プラシーボ、あ、なんかいいのを使えばいいよとか出てるみたいな。ああ、はい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 。まだ厳密に言えば変わってるんやろうけど、はい、なんかこう、もう人の耳で聞いて判別できるレベルじゃないんかなっていう。ああ、じゃあそんなになんか自分で使ってて、そう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 、あれって感じですかね。だからもうコスパのいい、あの、カナレを使ってます、最近。なるほど、はい、コスパ重視で。コスパ重視 でこれがこのワイヤレスシステムの電池、はいはい、あ、これが電池。そうで、よく電池が充電されてないとかあるんで、ライブの時、はいはい、これ一応、ああ、普通のやつも持ってると。持ってます。で、これが大丈夫、これ面白い今。まあ、まだ大丈夫じゃない。まだ大丈夫、まだ。そろそろきついな。そろそろ動画閉じるかもしれないです。で、まあ現行感ね、これ。まあまあ現行感セット、現行感セットね。はいはいはい。これ、あの、コーティング源気に入ってます、結構。へえ、なんていうやつですか、それ。なんか新発売、なんか結構最近出たダダリオの。これもでも10ヶ月目かな、あって。そんなに持つもんですか、現地で。いや、多分結構新品と同じ感覚でずっと弾けてんのよ。はいはい。だから1年経ったら俺動画にあげようと思って、1年使ったかん、どんな感じかやったか、ああ、比較動画。そうそうそう、はいはい。で、まあ、これ交換セットね、ペンチとくるくるね、くるくる、はいはいはい。で、これ、このワイヤレス、これね、結構ゆるゆるなんで、ライン6も。ああ、これなんかよく皆さんつけてますよね。そうそうそう、こう止めないとこれすごいずれんねん。外れちゃうんですか、それ。外れる。これ止める用のビニールテープ。ビニールテープです。これで以上ですか。これで以上、はいはい。あと、まあ、アンプシミュレーター見る。アンプシミュレーター、ちょっとここも危ないものないか見ますね。はい、じゃあ次はそのエフェクターのケース、アンプシミュレーター。ここにはね、雑いな。雑だな。で、これはワイヤレスの受信機、送信機か。へえ。もうこのままいつもここでこうつけてるんで、ここに入れてます。はい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 。で、これ電源ケーブル。以上ですね、これは。
あ、もう本当それだけですね。これだけやね。ほお。つけるか。イコライザーで、これはいらん。はい、え、なんすか。あ、続けてます。音作り。音作り。どういう状況今？え、あ、持ち物検査です。持ち物検査。じゃあこれはもうこれじゃこれあの今度もらえますね。はいはい、今度の。あとこれ同期セット。あ、これ同期セット。これね、パソコンとか、同期用のパソコンですね。はいはい。オーディオインターフェースですね。あ、インターフェース。音を出すための。はいはい。これはひろきに送るための RCA ケーブル。あ、ドラマーのミキサーに送るケーブル。はい。以上ですね。あと充電器ね。あと充電器。はい。以上ですね。これで全てですね、僕の。これがいつも誠さんが、まあ、そのリハに行く時の持ち物。そうやね。ライブもこれやと思う。でも最近俺アンプも使わないようになってきてさ。あ、そうなんですか。直接つないでこっから出すから。へえ。結構海外のギタリストとかで多いらしい。もうなんかそのアンプを後ろに置かないみたいな。え、だから飾りなんですか。いや、飾ってもない。だから飾ってもない。どかしてる。へえ。後ろ何もないみたいな。それなんですか、流行りなんですか。いやでもこれもいらん。もアンプシミュレーターあったらアンプ使わんから。あ、でもそっか、これが要はもう何ですか、このアンプの代わりになってるってことですか。で、音こっから返してもらえるやん、ライブの時。はいはいはい、はい、で外音はもう完全に PA さん作ってくれるやん。いらないですね。ってなるといらないんですよね。すごいことですよね。でもなんか見栄え的に欲しい感はちょっとあるけどね。あ、まあ確かに、確かに。アンプがあるってかっこいいやんって感じで、なんかします。音が全然違うねんな、ヒリックス。え、それが欠点やな。なんですか、その鳴り方とかってことですか。なんかスピーカーかな、やっぱり。あ、それで、はい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 。すごい軽いというかさ、はいはい、芯がない感じがすんねんな。なんやろうな。なんすかね、あー、これやな、多分 EQ ついてんな。あ、本当だ。これ多分すごいローカットかかってるもんな。あー、どうすか、それ。これでちょっとそれ切ってみると、あー変わりますね。はいはいはい、なるほどね。そりゃそうやな。どうすか、納得いきました。納得いきましたね。じゃあやりましょうか。やりましょうか。あ、これこの前誠さんに買ってって言われて買ったやつなんですか。ああ、言ってたやつ。シンバルミュート、ミュートに使うんですか、これ。あ、それちょっと後でやりたい。これやりたいっす、ね、やりたいやりたい。どんなもんなのか。え、見せて、ジェルのやつ。そう、ジェル、レモンかっこいいですよ、これ。なんかちゃんとこの、あ、ほんまや。あ、それシンバルにくっつけてみたいな。シンバルとか、なんか普通のその太鼓にくっつけて音量を抑えると。じゃあちょっとそれやってみます。ゲルミュート、ゲルミュート、これさっきのやってみましょう。うん、ちょっと一回普通につけてないバージョンもらっていい。普通に、普通に。ちょっと、じゃあつけましたね。はい、つけ終わりました。じゃあこれで同じ感じで叩いてみます。うん、あ、いいね。いいんじゃないですかね。これぐらいの狭い部屋やったらな、つけた方が多分、うん、って感じで練習しますか。あの、これつけて練習しましょう。そうやね。どうすか。なんで止めるんですか、急に。マコさん、あのギターのライブ、どうした、ライブが何。ライブの前 の、 あのサウンドチェックあるじゃないですか。サウンド、あの、リハーサルみたいな。あれ何やってるんですか。何やってんすか、はい、どういうこと、どんな風にやってんすか。あー、ギター、ギターは何をしてるのかってこと。ライブのギターのサウンドチェック。あ、サウンドチェックはでもあれちゃう、基本的に音量と、はい、音色、音色見てる感じちゃうかな。ちょっとやってもらっていいですか。なんか全然分かってないんですけど。あ、いや、どうやろう。例えばさ、チャンネル複数あってさ、はいはい、なんかこう急にボリューム上がったりしたらさ、はい、お客さんびっくりするやん。あー、それがないように確認と、はい、あとはまあなんか特定の周波数、はいはい、なんかワウとか使ったらさ、なんかキーンって耳に刺さるエフェクトあるのとか分かる、フランジャーとかさ。ちょっとあとで勉強しておきます。そう、そういうのをあらかじめ PA さんにと共有することで、はあ、その帯域をちょっと抑えてもらうとか。なるほどなるほど、まあ、そんな感じだね。まあ本当、じゃあ打ち合わせ PA さんとの
でもサウンドチェックって、まあでも緊張するよな。なんか最初俺も始めた頃さ、本番よりサウンドチェック緊張してた、はい、本番よりなんか対バンのみんながこう見ててた、はいはいはい、ありますね。なんか当時、はい、なんか結構今でこそ和気あいあいやけどさ、ライブハウス、はいはい、昔ってすごいこう殺伐としてました。殺伐としてて、わかる、みんなライバルみたいな。あ、そうですね、みんなもう敵ですよね、良きライバルです、うん、皆さん。そうそうそう、であれ緊張したな。お疲れです。そうそう、帰りますか。帰りましょう。10分ぐらい。時間やばいですね。片付けて帰ります。ひろきさん。はい。なんすか。いや、まあまあ、さっきチェックしたやん、カバンの中身。あ、持ち物。はいはい。実はさ、俺言ってなかったけどさ。なんすか。持ってんすよ、俺。いやでもさ、ちょっと恥ずかしくて、さっきなんで入れてんすか。さすがにこれはまずいかなと思って。いや、まずいっすよ。おまけやったらいいかなっていう。まずいとかっていう前に、なんで入れてんですか、そこに。常にこれ持ち歩いてます。常に常に持ってます。え、やばくないですかそれ。まあ、いつ何があるかわからないんで。いや、そうっすけど、なんか、うん、ありがとうございます。お疲れ様でした。帰りましょう。なんか新たな一面が。お疲れです。お疲れ様です。